ブラジルの国章は1889年ブラジルで革命が起き共和制が樹立された4日後の11月19日に制定された。中央のエンブレム部分をブラジルの主要な作物であるコーヒーとタバコの枝が取り囲んでいる。中央には空色の円盤があり、南十字星の形に銀の星が配されている。円盤を取り囲む27個の星は ブラジルの26の州と一つの連邦直轄区を表す。下方の青い帯には中央上にブラジルの正式な国名が、下には共和国が樹立された日が書かれている。連邦共和国の国章は1889年の布告第4号で制定され、1968年5月28日の法律第5443号で修正されている。 国章を描くには、高さと幅の比率は15時14分で、以下の各項を考慮しなければならない。ブラジル帝国の国章は、ペドロ一世とペドロ二世の両方が用いた。1889年のクーデターで訂正が倒されて、以来、訂正時代の国章は使われない。1822年9月18日、ブラジルの独立宣言から11日後、 ドンペドロ王子は最初の国章を定めた。これは緑の盾にポルトガルのキリスト騎士団十字を置きその上に金色の天球儀をあしらい、天球儀の周りを青岩と十九の銀星が取り囲み、盾の上にはダイヤモンドのある王冠を乗せ、周りをコーヒーとタバコの枝で囲んだものだった。百二十二年十月十二日、神聖ブラジルは帝国を宣言して、 ドンペドロ王子は皇帝となり、この国章は帝国国章と呼ばれるようになった。国章の中の星の数は、ブラジル帝国の州の数を反映するもので、少しずつ変化した。また、王冠のデザインも、当初はポルトガル国王の王冠を使い、ペドロ一世が大冠式をした1822年12月1日から1841年までは、最初の帝冠のデザインを用いた。 1841年7月18日、申請を始めたペドロ2世が大冠式を行うと、この時のために作られたより豪華な定冠が国賞にも用いられ、定性崩壊まで使用された。ありがとうございます。